はい、それではね、エラックの FS287、ペア46万円、ハイルドライバーを使う 2.5 上のですね、フロアスタンディング型スピーカーに、エアボンのハードついた CLT5 をつなぐとどうなるかと、これをチェックしていこうと思います。まず、聞いていく曲は4曲ですね。1曲目はせせらぎ、2曲目はオベレック、3曲目はダイアナ・クラールさんのラブ、4曲目は新たに追加しております。ウォーター・イズ・ワイドですね。この4曲聴いて、そしてハドツイターを接続して4曲聴いてみようと思います。はい、4曲連続で聴いてみましたけども、僕スピーカー全然これ動かしてないんですよ。なのにこのハードツイーターを上に置いただけで、このハードツイーターまだ電気入れてないんですけど、
音が良くなったように思います。多分気のせいじゃないと思います。で、理由はですね、ここから出た高音がですね、このパネルで多分反射することによって、エラックのですね、高音のメリハリが強められた結果、低域も出るようになりましたし、最初のね、せせらぎの音はあの下のゴーっという音が出ないと先ほど説明してましたけども、今聞くとですね、下のゴーっという音が出てました。で、例えばオベレックのバイオリンとピアノのピアノのですね、左手の低い音も出始めましたし、バイオリンのあのピッチカートのところの鋭い音も出始めました。そしてですね、ラブもですね、さっき聞いたよりはずっと太くてあの力強い音になりました。これはね、あの波動ツイーターのこのパネルがこのジェットの高音を反射したことによってそういう変化が起きたんだと思います。なので、極端な話、何かこういう反射パネル、 L 型の反射、 L 型というかこうこのバッフルの延長になる反射パネルを置くだけで、エラックはその高音が足りないと思っている人にとってはですね、高音が出るようになるんじゃないかなと。これ硬いもんじゃないといけないので、ダンボールとかはダメなので、厚みのある木とかですね、金属も多分共振するので良くないと思うんです。木がいいと思うんですけどね。硬い桜とかですね、アクリルパネルもいいんじゃないかと思います。厚みは結構いると思いますけど、10ミリぐらい、5ミリでもいいかな。あのそういうものをこうバッフルに対して置くことによって、エラックの高音はそれだけでも補正される可能性があると思いますね。では改めてこの CLT をつないで同じ4曲を聴いてみましょう。So
CLT5 を、ね、付け加えることによって音の角が立って、音がですね上下に伸びる、広域が伸びるんではないんですよ。一つずつの音がくっきりしてくる。またそれまで聞こえなかった小さい音もはっきり聞こえるようになってくる。けれどもスピーカーの音がうるさくなるんではなくて、全体的に見るとスピーカーの音もより滑らかで柔らかくなっているという、まあ、これが通常のスーパーツイーターとは全く動作原理も音の出方も違う波動ツイーターの効果ですね。耳に聞こえる音ではなくて体に感じる音ですね。圧力の高い波、まあ、波動モーションで起きる波がですね発生するから、やはりそういうものがスピーカーには少なめなので、そこが起きながれるので、やっぱりスピーカーがより生の音、リアルな音に近づくんだと思います。まあ、特に先ほども申し上げましたけど、加齢によって広域がちょっと聞こえなくなっているという人には、よりこの波動ツイーターの効果はですね大きく感じられる可能性はありますね。僕もねちょっとこれを作ったのは若い時で、まあもう発明してから20年以上経ちますから、その20年間僕も加齢によって広域の音がですね聞こえにくくはなってますけれども、それはあくまでも制限波の話で、音楽を聞く能力、それから音を細かく分析する能力は20年前と比べて多分落ちてませんし、経験によってさらに良くなっている可能性も高いと思いますね。まあ、それはともかくこのハードツイーターの効果っていうのは普通のスーパーツイーターとは全く違って、で広域を伸ばすっていうのがいかに周波数に頼る考えが、まあ、正解から離れているかと、CD には 20kHz まで入らないからダメって言ってるようなメーカーがありますけれども、実際そうではなくて、その 20kHz の中でもその鋭い音をいかにきちっと楽器と同じように出してあげるかというのが大切なんだと思います。まあ、CLT5 を使ったことによって、より楽器に近づいて聴いてる感じがしますね。ピアノ、バイオリンに実際の楽器に近づいてる感じ、あとはもうこのセンター定位がきちっと出る、それから広がりもきちっと出るということで、まあ、よりスピーカーは完成形に近づいたんじゃないかなと思います。ではこのままでですね、 CLT をつけたままで一つ目のジャンパー、これちょっとプロトなので見た目違いますけれども、AET のですね、TSD ジャンパーですね、こちらをつけて音がどのように変わるか聞いてみようと思います。
is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. AET のね TSD ジャンパー4本で4万2000円希望小売価格のものに変えましたけど、まあもともとついてたのはこういうね金色のプレートなんですけど、もう全然音が違いますよね。まあ、46万円もするスピーカーなんですから、やはりこのジャンパーはもう少し気を使っていいものを使って欲しいなという気はしますけど、まあ、ともかくそれはともかくとして、この AT のですね TSG ジャンパーがですね、あの凄まじい素晴らしい効果を発揮するというのはねお分かりいただけたと思います。これまずあの CLT5 のコンビネーションだからこそここまで引き出せるとは思うんですけども、でも CLT が17万5000円、ジャンパーが4万2000円ということを考えると、まずこれはまあ先にあのジャンパーの交換かなというふうに思います。では次はですね、値段がほぼ2倍のですね、SIN ジャンパー EVD ですね、はい、こちらにですねこういうやつなんですけど、はい、こうやつですね、この、 あの SIN ジャンパー EVD、こちらにですねジャンパー線を変えて音の違いを確認していこうと思います。
reasons for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that4曲をね続けて聴いてみましたけど、もうどん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 情報量、音もそうですけど音楽的な情報量が増えていきますよね。やっぱり川の流れる音 CLT5 を足しただけでもまあそうですね5割増しとかぐらいだって、そこからTSG ジャンパーに、変えるとそこからさらに5割増しで、 SIN ジャンパー EVD に変えるとそこからさらに5割増しということで、まあ、何もつけない状態を1とするともうすでにもう 1.5 倍とかじゃなくて2倍以上 の、 情報量が出てるんじゃないかなという気がします。まあ、アクセサリーってねいろいろあって、まあ、スピーカーケーブルなんか高いの何百万っていうのがありますけど、まあ、それはともかくとして、適正なアクセサリーをですねきちっと使ってあげると、まあ、アンプとスピーカーは同じままで、まあ、スピーカーケーブルとか電源ケーブルも今回は固定してますけど、まあ、ジャンパーとですねCLT5 だけでここまでアップグレードすることができます。だから現在お使いのスピーカーが、まあ音が悪いから買い替えたいということで、買い替えられるのももちろん構わないと思うんですけれども、その買い替える前にこういったアクセサリー貸し出しもやっておりますのでね、実際にご自宅でお試しいただいて、それで良い結果が出るかもしれません。またこういう AT のジャンパーとかエアボーの CLT5 というこういう波動ツイターはですね、どのようなスピーカーにも使うことができます。まあただもちろん制約はあって、ジャンパー線っていうのはバイワイヤリング対応のスピーカーでないと使えませんし、この CLT シリーズっていうのはスピーカーの上が平らじゃないとダメです。こういうR1 ですとかこの B&W とかっていう場合はこれ横にスピーカースタンドを置けば使えないことはないんですけど、やはりこのスピーカーにの上に乗せて使うというのが基本なので、上に乗せにくい、斜めになってる分はねなんとかなるんですけど、上に乗せにくいスピーカーにはお使いいただけないという制約はありますけれども、オーディオアクセサリーを正しく使っていくことによって音はどんどん良くなるっていうのはお分かりいただけたんじゃないかなと、お伝えできたんじゃないかなと思います。ではね、7曲聴いたうちの3曲今聴きましたので、残り4曲、火の鳥、それからフレンチアフリカンクイーン、そして地獄へ道連れ、ストレンジャー、ダブルのストレンジャー、この完成した状態で聴いて、今回の視聴を聴き比べを終わろうと思います。この番組をですね、最後までご覧くださり、どうもありがとうございました。
Cafe Zanzibar. Said the woman at the front door, do you know the place you are? This place is full of fancy, I don't think you fit the scene. You are just American black boy, I'm a French African queen. As she was tall and statuesque, she looked straight over my puzzled head. She said, don't make me get real ugly, you heard just what I said. I've got music for the people, I must fulfill my precious dream, to bring blues from America to the French African queen.I'm not afraid to die.
最後にね、本当に心からこういう音で聞いていたいというね、すっきりした音を出せて私自身納得してるんですけれども、オーディオってね、理論じゃない、論理じゃないことがあったかも論理みたいな顔をしてまかり通ってたり、全然意味がない数字がですね、意味がある数字のようにまかり通ってるっていうのが僕にはもう不思議ではならないんです。まあ、僕はもともと化学がすごく好きで、なぜ化学が好きだというと、これはもう嘘偽りがないんです。例えば、ね、水素と酸素を反応させたら決まりきった熱量が出て、そして水になるんです。これはもう世界中どこでやっても、まあ、宇宙中どこでやってもその答えは変わらないんですよ、ね、これが僕にとっての法則、僕にとっての真理なんです。科学にとっての真実なんです。なのに例えばアンプの、例えばスピーカーのですね、周波数特性聞いてその数字と一致しないですね。これ例えば1000人で1人でも一致しないという人がいれば、それは成り立ってはいけないんです、ね、例えばアンプは大パワーの方が力強いとかね、
これ一人でも違うという人が言えれば、それはもう科学ではないんですよ。ただの推論、統計学にしか過ぎなくて、僕オーディオはかなりあの統計学の部分が多いと思うんですよ。だから例えばこのハードツイターが全てのスピーカーを音、全てのスピーカーの音を良くすると言えば、それは嘘かもしれないです。99% は正しくても 1% 違えば、それはもう法則ではないので、推理とかね、統計学でしか過ぎなくて、でただあのその統計学でも確率の高いものを集めていけばある程度の論理は成り立つんであって、例えばこのハドツイターにしても、その短いジャンパー線を変えたり、例えばエアーボーンのアンプのチューニングなんかにしても、その技術っていうのは豊富な経験とですね、私の中にある感覚とか推論、そういったものに基づいて作られてて、まあね、料理に近いって言った方がいいかもしれないですね。技術よりは職人芸、その説明できないんだけどこうすればこうなるってい う, 答えが分かってて、でそれはでもそ の, あのプロセスっていうのは一人一人違っててもいいんですよ。でもあの同じ人がやれば同じ答えになるというのはね、職人技っていうか、そういう部分に、そういう風なものに近いのかな。なのであのそれをこう数字にして説明することはできないし、逆に数字を前面に押してこの数字がこうだから結果がこうなったっていうのは、僕は全部嘘だと思うんです。それは自分 の, あのやったことを正当化するためにあの数字を利用してるだけにしか過ぎなくて、その数字をよそのところに持っていけば通用しないんであれば、それはもうあの数字を出して僕は説明してはいけないと思うんです。結果としてこうなりましたとしか言えなくて、その過程をね細かく説明することは、それは科学的なことではないと思うんですよね。僕はあの説明できる範囲内で説明はしようと思いますけど、それが本当に正しいかどうかっていうのは分からないです。ただ経験的にそれがかなり正しい確率が高いということしか言えない。そして確率成功する確率が高いものを集めていけば、こうアンプね、スピーカーケーブルはそのままでもたった一つのスピーカーの音がこれだけ良くなるということは、これは事実としてあると思うんです。こう迷い道もあるんですけれども、そういう経験とか確率で、ものを考えて高めていけば音は良くなる可能性は非常に高いし、結果として普通の人が思っているよりも偉くてこれぐらいの音だろうって諦めてたとしても、それがたったこれだけのことでここまであの音が良くなるっていう結果を導き出せるっていうことを僕はあの経験しているし、全部のスピーカーでできるわけじゃないんですけど、多くのものでそれができるので、そういう情報をできるだけ広く皆様に発信して、別に一品館で買ってほしいとかエアボーのものを買ってほしいとかいうんではないんですよ。で僕が正しいとかっていうんではないんですよ。僕の経験、僕の経験してきた確率の高いものをですねお伝えすることによって、皆様の試行錯誤の確率を高めて、しかもその確率を高めた上で結果がより良いものになってほしいと。そして、一つの音楽がですね、例えばこのストレンジャー、すごく好きな曲なんですけど、最初の音だったらやっぱり僕聴きたくないんですよ。でも今くらいの音で鳴っていると、本当にこう、あ、こういう曲を作ってくれたね、あのミュージシャンに感謝したい、聴いていてありがたい、こう感謝の気持ち、そういうなんか温かいね、あの感動の輪がね、あの広がって、お客さん一人一人の顔は僕は見えないけれども、その時間とかそういう空間、録音っていうのもまさしくそうですけど、そのライブには行けなかったけど、時間とか空間を超えて人間のそういう感情をですね共有できるっていうのは、これはね、過去人間が持ってなかった、やっぱり素晴らしい一つの技術だなと思うんですよね。文章でしか残せなかった、でもそれが実際にこういう音とかあるいは映像もそうなんですけど、人間の感覚に寄り添った情報として残せるっていうのは、技術の進歩として素晴らしいなと思うんですよ。まあ、そういうあの進歩した技術をですね皆様にお伝えして、より豊かなですね、音楽ライフ、より豊かな時間を送っていただきたいと僕はあの心から願っております。つまらない話が長くなりましたけれども、皆様の何か参考になれば幸いだと思います。ありがとうございました。